で、特に大好きなことを仕事にして生きている人たちの中の共通点は、問題を解決できるスキルっていうのを持っているのよ。Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. このビデオでですね、1日1分一緒に強くなっていきましょう。ね、1日1分強くなっていこうぜ。どういうことかっていうと、こうやって1日1分でもいいから、自分が本当に苦手なこと、ちょっと苦手だな、ちょっと怖いなっていうのを、もう本当に1分でもしなくていいよな、10秒でもいいかもしれない、10秒でもちょっとできるっていうことをやってると、少しずつできることが上がってくるんだよね。だから自分のレベルアップみたいになってくるので、これを続けていくと、本当に自分の人生ででっかい問題、もう本当に自分がやったことじゃない問題が出てくるときに、意外とこの問題を解決できるっていうスキルが身についてるんだよね。やっぱり人生って本当にどうしても逃げられない、もう本当にもう地獄みたいな辛い時があるんだよね。で、本当に好きなことで楽しく生きていて、ね、楽しい仲間とかがいて、人生、ね、絶好調って言っても、たまになんかさ、人生がさ、ささ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 とか走ってきてさ、ナイフでさ、グザーとか言ってさ、ゴーゴーゴーとかさ、刺されるわけよ、人生に。ね、本当に人生の問題爆弾みたいなと出てくるんだよね。ね、これは本当に、本当になんか、ね、体のこととか、ね、そういうね、お金のこととか、仕事のこととか、本当に怖くてどうしようもないような問題が、やっぱり人生には出てくるんだよね。で、実際に心理学をやっている人たちはよくわかるんだけど、脳のタラマス、視床っていうところに情報が入ってきて、で、扁桃体っていうアメグダラっていうところからもうストレスホルモンが流れてくるんだけど、もし自分がコントロールできない問題だっていうのが人生に現れてくると、本当にストレスホルモンとかアドレナリンとかでコルチゾールとか体の中に流れちゃって、戦うか逃げるかっていう風になっちゃって、まあ普段よくあるのは逃げたくなっちゃうんだよ。そうなると問題が解決されないから、問題が解決されないから、もっと自分の人生にストレスがかかってきて、もっと恐怖を感じるっていう風になっちゃうわけよ。ポイントは、ね、自分が選んで問題に挑戦すると意外と怖くないんだよね。もちろん最初は怖いんだけど、ちょっと怖いんだけど、一応その問題が本当にリアルに解決できるような戦い方で入ってくるわけよ。でも問題に準備してないね、ね、いつ問題が来て、問題が来たらヒャーってなっちゃう、ね、それが超人生の中で、まあ、僕の個人的な経験も通して一番怖いのが、準備してない時に問題が来ることなんだよね。本当に、まあ、これについてはね、ちょっとあのハッピーニューイヤー、あの2019年明けましておめでとうございますっていうところのビデオに、ちょっと僕あのタイに旅行行ってた時に、ちょっと転んじゃって、手術、足の膝打っちゃって、手術があの血が止まらなくなって、手術が必要になるっていう時があったんですよ。ちょっとあのリンクつけますので、もしちょっと長いビデオなんだけど、もし興味があったらぜひそれを見ていただければと思います。でね、なぜ1日1分ね強くなれっていうこと、ね、なぜあんまりやりたくないことをチャレンジするっていうのを習慣にするとすごいいいかっていうと、問題を解決できるっていうスキルが身につくのね。で、これがめっちゃくちゃ僕本当に大切だと思うの。ね、本当に僕幸せで、人生ね、お金の面でも心の中でも成功してる人たちと結構話して、いろいろね勉強させてもらってるんだけど、そういう中の人たちで、特に大好きなことを仕事にして生きている人たちの中の共通点は、問題を解決できるスキルっていうのを持っているのよ。ね、さっき言ったように、やっぱり人生って問題が出てくるわけよ。しょうもねえよなって。で、その時に例えばね、人生の道歩いてて、フィフィフィって言って問題がバーって出てきます。あなたはどうするってね。本当に問題っていうのは恐怖なんだよね。で、人間っていうのは、これはね、まあ今亡くなってしまったすごい有名な心理学者のキャレン・ホーニーさんって先生っていう博士が言って、人間っていうのは恐怖が出てきたらこの3つの手段しかできないって言ってるのね。ね、だから問題が出てきたら人間はこの3つの手段しかできないわけよ。これ本当に本能的に、ね、で、何かっていうと、問題が出てきたら逃げる、隠れる、ね、秘密にする、誰にも言わない、ね、
でもう一つね問題が出てくると、これね意外と気持ち悪いんだけど、仲間になるっていうこともあるんだよね。恐怖が出てくるとその恐怖の仲間になっちゃうっていうのも本能的に実は人間ってしやすい行動なので、3つ目ね、最初は逃げる、次は仲間になる、3つ目は戦うんだよね。恐怖が出てくるとそんなのありませんって戦うわけよ。でね、ここで質問です。何がこの3つの中ね、逃げる、仲間になる、戦う、この中で何が一番楽だと思う、ね、何が一番楽だと思う、ね、こっち側に出るのかな、こっち側か、うん、おーとか言って見えないんだけど でこれ本当に人によるんだけど、まあ多分中には逃げる方が楽だって思ってる人も何人かはいらっしゃると思うんだよね。実は僕もそうだったんだよ。問題が出てきたら逃げる、好きなことをやっていきたい、怖いものが出てくると逃げるっていう、本当にそういう感じだったんだよね。でここで面白い話があるのね。やっぱり僕たちは心理的に楽なことを選ぶんだよね。その脳の回路みたいなのがあるけど、脳の中に路線みたいなのが実際にあって、で本当に心理的に僕たちは楽なのを選んで、その楽なのが実は習慣になってしまうんだよ ね。なので実は問題っていうのが人生歩いてて問題は必ず出てきます。で問題はバーって急に出てくるのが一番ストレスを感じるんだよね。でそれバーって出てきたに何をするかって、3つの手段しかないわけよ。戦うか仲間になるか逃げるかっていうところで、一番楽なのが習慣になってるわけよ。でもしこの逃げるっていうのがもう習慣になってたら、問題が出てたら、問題、怖いこと、辛いことがあったら逃げるっていう習慣がリアルになっちゃうわけよ。でこれが何年かね、1ヶ月じゃないよ、3ヶ月じゃなくて1年間、3年間、6年間、7年間、10年間、20年間、30年間とかになってると、自分の人生行きたいところがあるんだけど、人生って行こうと思ったら絶対問題が出てくるわけよ。ね、チャレンジが、壁が絶対出てくるわけよ。で壁が出てくるたびに逃げてると、自分が行きたいところに行けないっていう風になっちゃうわけよね。なのでこの問題が出てきたら逃げてるっていうのは、自分の習慣の持つ中の習慣にとって自分を本当に有利してくれない、あんまりおすすめできない、論理的には、まあ、ガチ捨てていきたい習慣だと思うんだよね。でここから深くなるぜ。さっきさ、人生には問題っていうのが出てくるよってさっき言ってたんだよね。ここ僕さ、マジすっごい気持ち悪いぐらい思うのが、人生の出てくる辛い問題の 80% は自分が過去に楽してたから、過去に逃げていたから出てきた問題だって気づいたんだよね。どういうことかっていうとね、簡単に説明すると、まあ、例えば僕が運転してるじゃん、車持ってて運転してるわけよ。である日ね、運転してる時になんかピンピンピンってライトがチカチカなって、ね、出てくるわけよ。なんだろうって見ると、オイルランプ交換みたいな、オイルのランプが、オイル交換しないといけない時ってあるじゃん。そのオイルがピンピンピンって光ってるわけよ、ね、その時あなたはどうするっていうことなんだよね。で正直言ってオイルのランプがチカチカしてるとどういうことかっていうと、まあオイル交換せんと車が壊れるっていうことなんだよね。でもそれを知ってても、まあ後でいいじゃんとか、ちょっと今旅行中だからそれまた来週しましょうとかね。でもね、旅行ね、車戻って来週運転する時にまたチカチカ光ってるんだけど、その時何をする？いやちょっと待って、まだ大丈夫でしょう、ちょっといいわって言ってね。そうすると何が起こるっていうと、ね、いや今楽したいから後でそれやるっていう言い方ね。今楽したいの、今私運転しててチカチカしてるんだけど、それをやるの面倒だから無視していいのっていう言い方。何が起こるっていうと、車がぶっ壊れるんだよね、現実的に。でその車が壊れましたと、
その時楽かいって言ったら全然楽じゃないよね。ね、いつその車が壊れる、ね、近所で壊れたら楽だよね、運転してる時に。もうこの時どっか河口湖とかさ、広島行くとか北海道行くとかの長い旅行で、ね、しかも友達とか家族と行ってて、急に高速道路でバーンとか流れてバーンってやって、車から煙が出てきたらどのようなトラブルになる。めっちゃ面倒くさいよね。もう楽どころか人生の問題がバーンって出てきたみたいな感じだよね。で煙が出てきて、なんか JAF さん連絡して、でどっかにさ引っ張ってもらって直してもらって、でなんかね、これ交換でもう本当にやばいからエンジン直すのに15万円かかりますよとか言って、うわーくそ、最初出てきた時にね、すぐなんか車のお兄さんのお兄さんのところに行って、まあ、お姉さんとかのところに行って直してもらって、で3000円払ってたら直ったのにみたいなことじゃん、ね、でね、面白いのよ、ね、車運転してるやん。車運転してるとオイル交換っていうのは必ずやらないといけないことだよね。必ずやらないことだよね。運転手が悪いんですかって。運転手は悪くないよね。でも必ずこの問題は出てくるわけよ、ね、でここで今は車の話してるんだけど、これを現実にするとお金の問題とか体の健康の問題とか、ね、自分の怒りの問題とか、ね、自分が断れないっていう問題とか、ね、運転手が悪いわけじゃないんだよ。人生っていう車をドライブしてる時に必ず問題が出てくるわけよ。あなたのせいじゃないんだよ。でよく、ね、僕見てて自分がよくやってるなっていうのは、例えば、ね、こうやって車運転しててライトチカチカしてたら僕は何やってたかっていうと、もう本当に楽して無理したいから、もうその中入ってこのライトを捨てちゃうのよ。だからチカチカ鳴ってたらそのライト自体を捨てちゃって、もう完全に無視してるっていうことなんだよね。でも忘れようとするので、怖いの、いつ問題が来るかって分かんないので、来たら、あ、やっぱり来たって言って、で今度自分で勘違いして、でしょう、やっぱり僕はバチが当たる人なんだよって、俺には辛いことしか起こないんだよって。でもよく考えると、お前さ、僕に自分に話してんだけど、お前さ、ライトついてたじゃんって、ね、なんでその時交換しなかったのって、ね、いや怖いもんって、ね、でここがリアルなことなんだよ。車のライト、ね、車のオイルランプを交換するっていうのは怖くないのよ。ある勘違いしてるのよ。なんか子供の時の過去のトラマとかのメモリーがまだ自分の会話の中に入ってきて、ね、この情報が脳のところに、ね、師匠っていうところに情報が入ってくる時に、この海馬が、あ、これって過去にあった怖いことと似てるから絶対怖いことなんで怒られるよとか、なんかそれで勘違いしちゃってるだけなんだよ ね。だから1日1分辛いこと、超簡単なことでいいんだよ、ね、もう本当に簡単なの。自分の人生で今気に入ってないことをリスト化にするのよ。これ今すぐやって、マジ。もうリスト化にして頭の中でやってもいいよ。もう携帯でパッパッパッってやって、気に入らないことを3つから5個ぐらい書いて、できる人は10個とか、ね、できるんだったら20個ぐらい書いちゃっていいよ。でその中で OK、 これ今自分で直せるかって、この問題は今自分がやってるかって聞くわけよ。やってるなってなったら次引くのは OK、 じゃあこれ直そうかって、いや直したくねえよーって、もうマジ本当にトラウマがあって怖えって言うんだったら、次ハードル下げて、でそれも怖かったらハードル下げて、もう超簡単なことからいいのよ。トイレットペーパーの交換をするとか、ね、自分の家でトイレットペーパーいつも切れてるんだったら、コンビニなんかトイレットペーパーを買うっていうのを習慣にするのよ。それをやって偉い偉いって自分を褒めるんだよね。でこのような、ね、もちろん大好きなことで、ね、生きていく、好きなことをもちろん楽しむ、でそういう人生を手に入れたいんだったら、問題を解決できるっていうスキルを身につけないと、逃げてたら絶対無理なのよ、ね、どんなに神社行って、ね、どんなにお願いしますって言って
ってどんなに魔法払いとかやってもらってね、どんなに瞑想してもその問題が出てきてる理由はどこなのかって論理的に考えて、でそれを乗り越えるスキルを身につける、これ楽なのよ。そこまで難しいことではないのね。ね、ハードル下げていったら、ね、これを身につけないと幸せな人生って、マジ俺この世の次はできるかもしれないんだけど、この世にいる限りはそれって結構いいスキルだと思うのよ、ね、ここもう一つだけ言わせてくれ、ね、この自分でこの問題を見つけていくっていう、これ今の問題を乗り越えるっていうことができるようになるわけよ。自分で問題を見つけて自分でそれを常にチャレンジしていって行くとできるようになるのね。でするとちょっとした大きいレベルとかの問題もできるようになってくるので、今度これ1年やってると問題見つけるのが楽しくなってしょうがないの。なぜかというと過去に毎回成功してるんだよ。問題見つけたらこれチャレンジできたって、で怖いものが減ってくんだよ。怖いものが前あったんだけど怖くなくなるんだよ。でそうすると他の人たちが怖いなと思ってる時に冷静にその人たちを応援することもできるのね。でそれだけじゃないの。次のレベルに行くと他の人が君に問題あるよって言ってくるのよ、ね、でこの時の戦い方、さっき逃げるか仲間になるか戦うかっていうじゃん、この戦い方っていうのがあるのね。問題を直すスキルのところに入ると思う、ね、自分で問題を直すっていう戦い戦略は他の人があなたに問題あるよってバーンって言ってくる時にね、自分でこの問題を直すっていうスキルが身についてたらありがとうって言えるのよ。でも問題から逃げてるっていうのがマジ習慣化に、自分も気づいてないんだけど習慣化になってくると、誰かがあんた問題あるよって言うと問題なんてないわよみたいな戦い方するわけよ。または、はいすいませんとか言って仲間になって問題なんか変な感じか、それかもう逃げる、その問題を秘密にして、でその問題と冷静に向き合うことができない。どうなる？問題はもっともっと大きくなっていくよね。ね、これマジなんだよ。例えば自分の友達、ね、自分の友達、大切な人のお家に火事がついてるって知るじゃん。ね、ちょっと火がついてるわけよ。煙が出てるわけよ。で友達に連絡して、おい、ちょっとあんたのお家に問題あるよって。ね、火事になると思うよって言って、そうするとその友達が問題はないよ、何言ってんだよとか、ね、ね、いやいやいや問題あると思うよって言って、ねえんだよとか言って、でまた逃げるわけよ。いきなり、ね、連絡すんなとかなるわけよ、ね、でどうなるって、ね、火事ついてたら火事になるよな、周りの人が言ってくれてるわけよね。で本当だったらありがとうマジかよ、自分で気づいてなかった。だって多分自分の人生に現れる問題、辛い問題の 80% は自分で作ったことだと思うんだよ。マジ俺本当にそう思うよ。でもそれ知ってる人いるかいって、いないでしょ、いないでしょ。だから他の人が君に問題あるよって言われたら普通の人は戦うか逃げるかなんだよ。でもこうやって問題に挑戦してる、一人の時でも問題挑戦してるっていう時に他の人が超辛い言い方で言ってくるわけよ。でその時に、あ、今僕がこうやって戦おうとしてる、逃げようとしてるなって気づくことができるわけよ。で誰が自分をコントロールしてる、自分の本能じゃなくて、ね、自分の扁桃体じゃなくて自分が自分の感情をコントロールできるようになる。痛いぜ自分の家に火事がついてるって知るのは。でもな、さっき言ったように運転手が悪いわけじゃないんだよ。人生っていうのは必ず、ね、車運転してたら、車買ったら必ず、ね、あれね、オイル交換しないといけないんだよ、ね、自分の人生を生きているためには必ず自分が知らないところの問題っていうのを解決しないといけないわけよ。だから誰かがあんたの家に火事ついてるよ、お前、ね、ここでみんな勘違いするんだよ。お前が火事だよって言うんだよね。でみんな取り込むやんか、お前に問題があるよって、お前火事だよって、違うんだよ、俺の家に火事がついてんだよ、だから俺はそれを直せるんだよって、その1ミリの違いもすごい大切なんだよな。だからね、周りの人がね、ちょっとこういうふうに思うよって言われたらあなたはどうする、
今どうしてる？友達とかがね、こういうふうにこうなってないとか言われるとね、あなたは逃げる？戦う？冷静にそれをフィードバックかもって取り入れることができる。でもし他の人がお前こうだよって言われた時に、あんたこうなってるよって言われた時に、あなたはどうする？ちゃんとこういう話し方で言ってくれないと私はあなたの意見を認めないのとか言う？それか本当にその人が言っていることを一度フィードバックとして受け止められると思う。だからどうなると思う、この人生ね。そういう問題が出てきたら常に逃げていく、ね、これを直せるようになるのが1日1分。自分がちょっと苦手だなっていうことを少しずつやっていくこと、ね、っていうことなんだよね。そう、あなたは今後どうやって生きていきたいですか？ I love you guys and I will see you next week.